人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今回は 9-11 から20年の最終回で、トランプは救世主となるかという話をさせていただきます。私が生まれた1959年、当時のアメリカの大統領はアイゼンハワーでした。第34代大統領、彼はテキサス州出身で、先日私の誕生日にアイゼンハワーの生まれた家生家を訪れました。彼は軍人出身なんですけども、ものすごい国民の人気がありました。その次に大統領になったケネディ、ケネディもここテキサス州のダラスで銃弾に撃たれてお亡くなりになりましたけども、すごい人気がありました。その後大統領がコロコロ変わって、今のバイデンがアイゼンハワーを見ると13人目となります。テキサスからはジョンソンとかブッシュ親子が大統領になってますけども、私がアメリカに来たのが1984年、当時はレーガンが大統領で、レガノミクスのリスクの真っ最中でした。私はやっぱレーガンはこの強いリーダーシップを持っていて、すごく尊敬していました。そのレーガンを抜く業績を達成したのがトランプ前大統領です。下に私の数ヶ月前の動画、トランプ前大統領の功績、リンク先を貼っておくのでご覧になってください。トランプは大型減税を導入したりとかですね、アメリカを強くするアメリカファースト、そういったですね、マーガーですね、メイクアメリカグレートアゲン、国民の気持ちをぐっとこうまとめました。そして、コロナ禍が起こる前までは、経済的にも大成功をして、失業率もものすごい低かったんですね。そういった大きな功績を挙げたトランプ、彼は軍人でも政治家でもなくビジネスマン出身なので、ビジネス的感覚で物事をこ う, うまく解決していました。中東問題もそうですね。この間の9月11日、トランプは今日は大きな悲しみの日だとしつつ、先月のアフガニスタンからのこの無様な撤退に関して、本当はもっと輝かしい、勝利の撤退だったはずなのに、この敗北してですね、降伏した形になっているということを嘆きました。その後トランプは警察庁やニューヨーク市のですね、警察庁や消防署を訪ねてですね、皆さんをこうねぎらったわけですけども、トランプ人気今またすごく上がっています。バイデンは支持率よりも不支持率の方がこう上回った形になっています。共和党、バイデンに投票した人の、民主党の中でもですね、21% の人がバイデンに票を入れたことを後悔しているというデータがあちらこちらに出ています。バイデンに票を入れた人の5人に1人が後悔しているということなんですね。当時の、不正選挙でしたけども、あの時、バイデンが不正選挙であっても、51.3% の支持率で、トランプが 46.9%、たった 4.4 ポイント差だったんですね。ということは、今バイデンを支持した5人に1人が後悔しているということは、不正選挙であったにしてもやっぱトランプが有利というか人気があるということの証です。今のアメリカ、この分断のアメリカ、一つ大きくまとまらなければいけません。それをまとまるリーダーシップを持っているのはトランプです。そしてトランプは大統領になって、彼は政治家でも軍人でもなかったわけですけども、アメリカのですね、この実態、ディープステート、あるいは中国共産党の影響、それを目の当たりにして、
これは何とかしないとアメリカが大変になるという使命感に燃えて、まあ、新たにまた政権を取ろうとしています。アメリカが強くなって中共と対立することによって、まあ、世界もやっぱ自由が尊重され未来は明るくなると思われます。トランプは見事に今共和党どんどん一つにこうまとめつつあります。この勢いで来年の中間選挙大勝利をして、そして次の大統領選、これで勝利を収め新たな強いアメリカ、それをぜひ築いていってほしいと思います。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。